り返ってみていかがでしたでしょうか。まあ、まずこのシリーズに選んでいただいて選出していただいて本当に嬉しかったですし、はい、まあ、なんとか一つは勝ちたいと思ってたので、その目標は達成できて、よかったなと思います。はい、昨日一つ勝ってということだったんですが、去年優勝もありましたので連覇の期待がかかりましたが、惜しくも2ポイント差でした。そうですね、まあ、でもこうやって表彰台に立てて、なんとかオールドスタージョッキーの目元は保つためだと思います。改めて海外のジョッキーの皆さんと競り合うというのはいかがですか。やっぱり乗ってても勉強になることもありますし、楽しいですし、いい刺激になりますね。はい、多くのファンの方がいらっしゃいます。これからの抱負をお願いいたします。はい、まあ、来週も札幌競馬ありますし、またその後も競馬いいレースがたくさんありますし、我々ジョッキー一度みんな頑張っていきますので、また応援してください。ありがとうございました。